天国への階段は、白川道の小説、および、それを原作とした、テレビドラマ。2001年に、厳頭者から単行本が上下巻で出版された。同年に、第14回、山本周五郎賞候補作となった。現在は、厳頭者文庫版が刊行されている。2002年4月8日から同年6月24日まで、読売テレビの制作により、 日本テレビ系列で毎週月曜22時22時54分に全12話が放送された。読売テレビ制作のドラマとしては初のハイビジョンで撮影された作品となった。平均視聴率は7.2%。北海道の馬産地、浦川町へぶえ。牧場を騙し取られ、父親を自殺に追い込まれ、最愛の女性にも裏切られた男、柏木圭一が復讐のために、 実業家となり、26年をかけて、資産家に復讐を仕掛ける。北海道、愛と復讐、名馬の決闘、過去からの脅迫状、二人の焦点、誘惑する魔性の女、蘇る、記憶、第三の殺人明かされる魔性愛の急展開、夢の破片、祝電の脅迫状、敵は誰だ、真似飾る、客、遺書26年前驚きの新事実、偽りの証、 復讐第二章和犯人への逆襲、仮面の化、号泣封印した遺書の中身、告白、悲痛さやいの人の命が、お天の代償、悲恋の結末あなたの子よ、裁かれし、の、愛心中もう止まらない、決断の日、結婚、幸福の南の島へ、過去との決別、ありがとうございます。